皆さんこんにちは、ケンです。今日は先日開催されたヒルクライムエンゼル。こちらはヒルクライムの、大会になるんですけども、そちらが福井県の小浜市というところで初開催されました。そのレースに参加してきましたので、そのご紹介をさせていただきたいと思います。はい、で開催された場所なんですけども、まず皆さん福井県ご存知でしょうか。福井県はここにあります。で拡大しまして小浜市というのはここですね。どちらかというともう京都府の間近のとこにあります。でさらに拡大させてもらってで名前の由来にもなってるんですけど。実はここの小浜市には、エンゼルラインっていう道がありまして、これは何かっていうと、山に登って上が大きな駐車場があるんですけど、そこから日本海が見えるという、絶景スポットになります。で日頃から、自転車も車も走れるんですけども、この第1回の大会の日はこのエンゼルラインを完全に封鎖しまして大会出場者だけが走れると。で今回私なぜこの大会したかって言いますと、実は福井新聞で知ったんですね。で福井新聞で100人限定で開催しますということで、募集がありました。で参加費用は2000円、参加費用も安いし地元で開催されるでかつ、距離も7キロぐらいで、獲得標高がだいたい500メートルぐらいですね、ざっくり申しますと、それなら出てみようかなということで今回参加してきました。でこれが思った以上にいい大会だったのでちょっとご紹介したいと思います。スタートの場所は、料金所からゴールは、頂上の駐車場になります。こちらの画面は標高になるんですけど、こちらは私のデータですね、発したデータになります。で今、距離にさせてもらいました。見方なんですけど、上に表示されている 52m っていうのが標高になります。下の 0.00km っていうのは距離になります。で今からこっちを右にスクロールしますとどんどん距離が進んできて、大体の勾配が予想つくと思うんですけど、比較的最初の方は、ひたすら登る感じなんですけど、途中ですねちょっと平坦貴重な区間もあったり、します。でこうやって登っていくと、ここは平坦ですよね。でここはちょっと下りましたね。3キロ時点ではちょっと下りがありのまた上ると、でまた平坦下り基調がありの上る平坦ありの上るっていう感じになってます。でマックスの勾配が、だいたい 13% ぐらいで、こういった、下りとか平坦がありますので、だいたい 10% の勾配がよく目にした記憶があります。なので、ちょっと勾配としては最終的な平均は 7% ぐらいになるものの、ちょっとこういう風にアップダウンがあるので、きつい人にはきついかもしれません。ただ私個人としてはこのアップダウンがあった方がまだ良くて、ひたすら登る方が苦手です。はいでだいたい7点ここら辺ですかね、17とかここら辺でゴールになります。で私のタイムはちなみにだいたい35分台でゴールしました。でこれちょっと驚かれるかもしれないんですけど、今回1位になった人っていうのは、確か22分台かそこらだったと思います。22分から23分台にこの距離を走れれば表彰台圏内っていうような感じです。ちなみに参加者は、100人募集で60何人ぐらいでした。で、リタイアした方も数名いたみたいですね。はい、やっぱりこの日ってすごい暑くてですね、スタート時点、35度ってあります。ここは9時ぴったりにスタートでした。で、最後の頂上も34度ぐらいと、結構厚めだったので、もしかしてリタイアした方っていうのは、もう熱中症っぽい症状になったりして、力尽きちゃったのかなと。あとは、10% の坂っていうのが結構何回も続いたので、結構、体感的にはきついとこもありました。この大会は、ガチな人もいれば、当然楽しむために、チームで参加されたりとかですね、いろんな方がいる大会でした。距離もほどほど7キロぐらいですし、この大会は、ちょっと勾配はきついんですけど、誰にでも楽しめるイベントかなと思いました。今からですね、いろんなところはカットして短くまとめてみました。是非ご覧ください。Got to love you. Just keep walking down two separate ways. I can show you escaping your pain. Now you break down, you're drained now. Your heart pounds, your lips move, your eyes shine. You.俺スプリントしてみたい。お疲れ様。お茶飲みたい。え？きついね。軽い言い方。シャドウ結構きついんだわ。最後三段坂やって、 あのぐらいの坂が3個続くって言ったのに真似しちゃいかんさ。しんどくもあるわ。お疲れお疲れ。はい、ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。